太陽がすごかったのでどうなることかと思ってたんですけど、なんか夜過ぎたらね、逆にペンライトがすごい見えるんですけど、お顔が、ファンの方のお顔が見えないので、だけどほんといい時間帯だったかなと思いますね。そう、ちょうどよかったですすごいね、フラワーフェスティバル、すごいすごいです、本当に。出店もたくさんあって、まあ、行けなかったんですけどね。制服も可愛いですよね。私もジャケットありとなしであるんですけど、なしの方が好きですね。しかも涼しいんだよね、あれ。今日はまず花は誰のものをフルサイズで披露して、でちょっと自己紹介して、そして僕らの春夏秋冬をサングラスデイズヘッドアレたちをして、でちょっと感想を広島出身のメンバーに聞いたりして、月が息をする心をフルサイズで披露しまして、最後イメージカラーでした。半袖いいですよね。そうなんですよ、初めて生で見ました。おお、ありがとうございます。そう、今日ね、初めましての方もいらっしゃったんじゃないかなと思います。そうだね、パンちゃんいました、高崎彩子いました。行きたかった、やっぱね、1年に1回なのですごいですよね。たくさんの方いらっしゃいました。なんかこのなんかステージの前の野原、なんだろうあの座る場所に1000人ぐらいは座れるんで、でももっと横サイドにもたくさんの方いらっしゃって、あの奥の方にもたくさんいらっしゃって、なんか足を止めてくださる方とかもいらっしゃってだから多分そう、スタッフさんが言うにはそう3000人ぐらいいたんじゃないかなと言っておりました。だから3000人すごいなって、嬉しいなって。そうそう、ねえ、そう、なんかいつもよりもなんかお子さんとか家族連れの方とかもいらっしゃったりして、そうそう、本当にたくさんいらっしゃってね、嬉しかったですね。いいよね、なんか頑張ったいっぱい。釣り犬さんありがとう、頑張ったいっぱいそう、野外のイベントいいよね。そうなんですよ、そう、たくさんいらっしゃいましたつりけんさん、今日はでもね、本当夕方からだったから本当に良かったんですよ。お昼もいいけど、もう多分汗が滝のようになる。そう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 。今日はいい感じに、いい感じ、いや結構良くはないけど、だいぶ私本当前髪がすごいことになりまして、本当そう。お昼だったらね、そうなんですよ、ファンの方も、待つのがほんとね、ほんとありがたい、最高でした。はい、めっちゃバレましたよ。18時間ぐらい並んでいた。あ、そうなんですか、18時間、確かにすごい、ね、18時間。そう、でも何度かありますけどね、その昼間にそうライブしたことは、野外で、でもだいぶね、もうね、ポワーってなりますよポワーってなって、なんか
なんか自分の汗で目に入ってなんか目が見えないみたいなって風になるからね。そう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 、だいぶだからあれね、対策しとかなければ。そうなんだ、へー、ほんとよね。汗いっぱいで一生懸命パフォーマンスしてるのすごい伝わってきたよ。お、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。お、4列目でありがとう。日焼け止め、あ、バッチリです。今日日焼け止めムースもちゃんと持ってきてもう塗ったからだいぶ信頼度がありましたよ。フラワーフェスティバル、ファンデーションにもう入ってるんだけどね。でもそれでもちょっとなんかちょっと不安で、そうムースのやつにした。前回私フラワーフェスティバル、え、何年前、なんかみんな4年ぶりって言ってて、4年ぶりってなったんですけど、通常開催が4年ぶりってことか。無観客はあったけどってこと、そういうことか。ふんふんふん、前回はねオンラインで、あったんですよね。釣りけんさん、初めてのフラワーフェスティバルでしたがすごい楽しかったです、ありがとう。初めて、おお、ありがとうございます。どうも、あの、イエーイ、ありがとう、ありがとう。3年前か、分かんなくなってきた時間軸が。うーん、本当よね。確かに今日蒸し暑かったな、ムシムシしてた。そうだね、だから私はフラワーフェスティバル通常開催は初ですね。うんうんうん、そうですね。そういうことか。そうだそうだ。記憶がだいぶ分かんなくなってきたけど、ああそういうことか。日焼けしないコツ、え、日傘とか UV カットの服とか長袖とか。日焼け止め塗る、サングラス、いや、そういうもんよ、ほんと。いや、ほんとそういうもんよ。わ、なに？なんか。ゴンからの手紙さん、ありがとうございます。なんか、豪華な。フル、パフェ、パフェかな？ありがとう。ありがとうね。明日、そうだね、明日お話し会だね。そうですそうです、かわいいクマヤンがいる、パフェが
クマヤン。完治するまでもどかしいと思いますが、それまでチクワ食べるんだよ。はい。はい。そうですね。素直です。からの手紙さん、ありがとうございます。くまくまやんパフェ、イエーイ。くまくまくまありがとうございます。こちらこそ。そうそうですね、多分そう大丈夫です。大丈夫。なんかレッスンの時はね、なんかできるかなって思って、まあ、普通にやってみたらなんかちょっと痛んじゃって、こりゃやばいって思ったんですけど、なんか不思議なものでやっぱ本番になると全く痛みを感じなくて、なんか全然あいけるなって思ってました。でもかなこれからなんか反動が来そうですね。そう多分アドレナリンなんでしょうけど、なんかアドレナリンってさ、なんか踊ってる途中に出るものと思ったら意外と最初からなんですね。全然痛くなくて、あ全然走れるじゃんみたいな。レースの時はね痛くて走れなかったんですよ。全然なんか走れなくて、ありゃこれ走れんもんかって思ってたら全然、いやそういうもんなんだな、アドレナリンって分かんないな、気持ちで出るんですね。なんか体力を使って体を動かしてみたいな感じじゃなくて、あスイッチが入ったのかな。今日誕生日おめでとうなぴちゃん、おめでとう、ハッピーバースデー、さやしの1年にしやね。そうイエーイ。そうでもね、ドクターストップっていうか、まあお医者さんからは本当に休んでくださいって言われてます。でも今日はなんかそう2時間公演じゃないから大丈夫かなと思って。なんかねそう今日普通にレッスンもやってできるかなっていう、あの何なんか確かめたくなって確かめたくてやったんですけど、やっぱ痛くなってやっぱダメかと思ってたんですけど、でダンスの先生からも「え治ったん?」って言われて「いやなんか分かんないんですけど、なんかちょっと痛んで今来ました」って言った。多分それはなんかもう休まんと治らんって言われた。それだけなんか癖とかつく前にね、とりあえずね、そうそう。でも今日なん予定っていうかもう今日でライブとかはないので今日までで、
本当3週間治るんで、今1週間目なんで、あと2週間本当に安静にしとけば治るんでね、早く早くね、もう、まあ、今日本当にね踊りたくてずっと踊りたかったんですよ。なんかだから今日踊れて嬉しかった。ツアーまでに絶対治るよ。何週間治るから、もう6月29のチャットリ公演では治ってる。そう、ないですないです、本当に、まあ、奇跡というか、ね、そう、ずっとレッスンとかで、ね、ずっと踊りたくて、でも休んでて、そうですそうです、治ってから思いっきりそう踊ろうと思います。気持ちはね、前になんですけど、癖になるの怖いですよね。でも今日踊れて嬉しかったし、楽しかった、よかったです。すごいな、こんなに感じないものか、すごい、アドレナリンってすごいな、やっぱり。確かに再発、確かにね、怖いな、それが。なんかね、走れないんですよ、私今。走れなくて。なんか走るって、意外とやっぱり、なんか、膝に負担がかかってて、なんか調べたら、ほんと、なんか走るって自分の体重の4倍ぐらいやっぱり負担がかかるらしくて、すごくない？そんなんなん、そんなにかかるんだって。しかもダンスって本当になんか膝は絶対に使うし、使わないダンスないんだなってなんか思いました。どうにかこうにかレッスン中もなんか踊ったりしようとするんですけど、膝を使わないように踊ろうと思ったらだいぶできなくて、あ、そういうやっぱ無理なんだわね。階段、そうだね、階段とか下り道かとか上り道が結構意外と使いますね。だけどもうあれよ、なんか見よってさ、なんかね、わ、今の膝痛そうみたいな風に見るようになった。わ、今の痛そうだな。そうそうそう、新しい視点、そうそうそう。新しくなった。でも私特殊なんだよね、なんか別に多分人体じゃないんですよね、これ。そうそうそう、多分人体は外側にあってみたいな。そう、別に外側はね多分人体じゃないなと思ってて、多分このお皿、膝のお皿がちょっとずれてて、だからちょっとその膝のサイドが時々あのちょっとねじったりとか曲げたりとかしたら痛むので、わかんない、わかんないんだよ。なんか先生もそのお医者さんもなんか、そうなんですよ。だけ歩いてたら全然痛くないんですよ。歩くとか全然痛くないから、あれ治ったかなってなんか錯覚するんですけど、
先生すらわからない。レントゲンでも異常はないしなみたいな。私も結局本当になんか怪我してんですかって感じなんですけど、そうだいぶ分かってきた。多分ねじる系が痛いんだよね。普通に曲げるのは別に痛くないから。そう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 。原因がねこれって分かればいいんですけど、あんま分からないもんなのかな。多分もっと検査したら分かると思うけど、 MRI CT、 そう、公演中になんかちょっとなんか最初はつったかなと思って、膝をつったかなって思ったけど、そんな感じの痛みでした。 MRI、 ね、より詳しい検査が必要なのか。そっか、大きい病院に行かなってことよね。大きい病院行かないか。いやでも確かに3週間経ってからもまだ痛かったらって考えると、さすがに今言っとった方がいいよねみたいなにはなりますけどね。まあ、とりあえず安静にしときます。まずは現状を伝え、あ、そうなんだ、まあ、とりあえずね、安静にして。なんかちょっとなんかなまるかなと思って、なんかまあ歩いたりはしてたんですよ。なんかやだなと思って、そう、そしたらもうそれはマジで動かさない方がいいって今日ダンスの先生からも言われたんで。そうなんですか。そう、まあ最小限にしときます。いや分かんないよね本当。なんかすごいこの膝の横の靭帯の名前が本当になんかすごい名前なんですよね。外側人体みたいな。外側人体みたいな言うんですけど、やっぱそうなんかね。それをね噛まずに言えるからすごいよね。最初えってなったけど、外側人体みたいな、外側みたいな、あ、だから外側人体がみたいな。そんなの、あ、外側服もうね、そう
でも長いんだって、なんかその整形外科のなんかそういう名称ってすごい長いんだってだからそうなんだってすごいなって。そうそうそう、すごいよ。でもよかった、今日参加できて。参加するかせんかって言われたんですけど、もう即答で「あします」って大丈夫です」言いました。よかったよ。ははは。よかったよかった。できるだけその自分が出演しますと、もうね、出たものはやっぱり、やっぱり、絶対に出ます おもろい。そうそう、無理しません。さすがに、そう、私ね、無理しない人って思って、無理する人って思ってたんですけど、意外と無理しないんだなって思います。なんか意外とちゃんとそこは分かってた。ちゃんと限界は超えないようにしてる。お母やんが無理するんです。私のお母やんがめちゃめちゃ無理する人で、だから本当に無理せんでねっていつも言うんですけど、それはさあちゃんよって言われるでもお母やんは本当に無理する人で、本当に大事にしてほしい。でもなんかやっぱりなんかしとかんと落ち着かんみたいな言ってますね。ずっとなんかしてんですよね。謎のお母やん情報。似てますか？ね、大事にしてほしい。
ろう、この声そうだからね、レッスン中はなんか本当にアイソレをやってます。上半身のアイソレをずっとやってる。もう足はもう動けないから、とりあえずな肩をの可動域をなんか増やしてるんですよ肩をね、なんかもっとね、なんか動かしたくてなんかやってますね。そう、いい感じ、いい感じ。愛それ。スプ、あ、スプ貼りますよ。今日貼ってたんよ、本番まで。よかった、ほんと。首。で、首めっちゃ動くんですよ。めっちゃ動くようになった。湿布は本当に病院でいただいた湿布がめっちゃ効く。すごい。人間並みの動きですけど、首のここが治りました。ここの首痛んでたやつ、多分寝違えてましたね。そう、起きて瞬間になんかあくびしながらこう首をキューってしたら、ここがうってなった。ピキって。すごいね。あれめっちゃ痛いんだよね。そうだね、こんなに。そうなんよね、横断歩道とか渡るときさ、めっちゃなんか私ね、健康に見えるからさ、まさかね、私は走れませんなんてわからないだろうから、こう曲がってくる車がちょっと怖いよね。とか、なんか電車とかね、乗るときも。本当は座りたいけど気にしてしまう。今日の髪お気に入り
今日はストレートにしたんですよ。意外とストレート珍しいんだよね。私結構ねここ内巻きにするんですよ、ここだけ。でも今日はストレートにした。なんかあれよね、夏のこの制服と合う気がする。なんかその時の衣装とがね、なんか髪型合わせる時があるんですけど、今回の衣装は何が似合うかまだ分かってなくて、ストレートはどうなんだろうなって思ってたら今日意外と合ってた気がする。髪がめっちゃ短く見える。なんかいろんなメンバーに言われた。髪切ったの、かわいいって。そう、私的には整えてくださいって言ったんですけど、なんかよく見たら短く見える。いい感じだよん、ね、メイクさんにも褒められた。前髪いいじゃんって。すごい。はあ、なんか明日の話し会、好きなコーデか。なんかすごいあれだな、アバウト。自分で書いたくせにアバウトだな。どうしよう、最近買った服にしよう。なんか私ミニスカート夏履いていきますとは言ったんですけどね、なんかお話し会ではいいみたいな感じでした。お話し会ではなんかいいよみたいな感じでした。ちゃんとありました。そう、ちゃんとありました。お話し会ではいいらしい。ははねえ。
だったんだねってちょっと恥ずかしいなみたいな、あんなに大々的に言っといてまあでも多分私服でもいい、うん、私服はねもうねいいと思います。それは私服は多分いいですでも今日もおきさんに言われた、さやんミニスカート似合うよって、可愛いよって、なんか似合うって言われた。スタイルがよく見えるってやったーって、確かにまいまいさんも言ってましたね。まいまいさんも言ってた。あ、今日行ったんですよ。だからなんかお話し会とかで沖さんと洋服交換なんかしたらいいんじゃないみたいな、なんかするといいよみたいなってことをなんか配信とかなんかコメントとかで来たんですよねみたいな、そうって話になったんですよこの前みたいな言ったら、なんかちょっと間を置いて、それさなんかサーヤンのへそ出しを見たいだけなんじゃないみたいな言われて、え、あ、そっちですかみたいなそっちですかみたいな、そうなんじゃないみたいな言われて、待ってそういうことだったんだみたいなあ、そういうことだったんだって、私は純粋にいや本当に、でも本当になんか服の好みが一緒なんですよ。今日もこれレッスン着着てたんですけど、これもなんか会った瞬間に可愛いって言ってメリージェニーって言ってきて、あ、そうですそうですめっちゃ詳しい、そうだったんだね。でもミニスカートも裾出しもダメなんでね、ダメっていうか、そう話し会はいいんか話し会はいい、いや本当にちゃんとね、いやそうなんですよ、ほんと好きなんだよね沖さんのコーデ、なんかジーンズとか合わせてなんかスタイリッシュな感じというか好きですね。色使いとか古着が多いのかな、もしかしたら交換する日が来るかもしれない。中国語話せない、少しだけ、フフフ、確かに古着はあんまり買わないんだよね私。でも今日話聞いて、あ、見てみようかなって思いました。
古着なんかどっかでね、そう見たんだよね、道なんかなんて言うんだろう、なんかの通りに、なんかの通りになんか私の好きな系統がいっぱい揃っている場所を見つけて入りたかったけど、ちょっとその時は急いでて行けなかったんだよね。お疲れ様だよ。広島広島。お店、あ、お店お店なんか道にあるあのなんか通りに、あ、通り道のお店、なんて言えばいいのかわからない。まあそこはいいじゃないですか。そこはどこでもいいじゃないですか。なんか話そうとしたけど、なんだっけ。うん、そう、そういうことで、そう、とりあえず明日、最近買ったやつ来ます。まあオンラインだからね、全部は見えないんですけど、上半身しか見えないけど、英語得意じゃない。そう、ツイッターで言いますからね。なんか。髪型、こんな感じがいい明日。でも自分ではできないこの髪型、こうしてするだけだけどうまくできないんだよ、メイクさんみたいに。これはあのいつも褒めてくれるメイクさんがしてくれた。
今日はストレートにしようと思ってますって言ったら、いいじゃん一番目立つよそう話し会はね、そういらっしゃらないです。なんかそうストレートとかそういうのが好きな方なんですよね。おろしで後ろで止めるのなんていう、中止め。そう結構なんかメンバー気分に人間によって変わるけど、結構巻く人も多い気がする。今日はどうだったかな、覚えてないけど、よかった今日は。なんか外に出るまで気づかなかったけどね、やっぱり湿度がすごい高くて湿気がすごかったよね。わー、プレズムはそんな感じでした。天気は良かったけど、あ、梅雨なんだなーって思いました。あ、明日から雨だ。気温はあんまり変わらない。最高26、7、8で最低20、21とか。確かに暑いよね。27、8、湿度が大事よ、こういう時は。今日は夕方から 78% とかだった。 80% だった。明日はずっと 80% ぐらい。雨だからね、湿度のなんか習慣のやつみたいな。わあ、気圧が来そうな予感。うん、見たらいいのか。湿度わからない。でもちょっと前までね、なんかすごい
月がすごい綺麗に見えてたのにな。ストロベリームーンか。ストロベリームーン、かわいい名前。こんばんは。こんばんは。いい。そういや今日、あ、そっか。食べた食べた、夜ご飯。ネギトロ食べた。と昼は昼ね作ったんですよ。ちょっと豚肉とキャベツを蒸してポン酢とかネギとか豆腐とか乗せてからね食べたんですよ。で、多分夕方らへんに武蔵のお弁当食べたからなんかよくあのお腹がよくわかんないことになってる。自炊、うん、でも明日で終わりそう。明日お話し会だから多分お弁当です。なんだろうな、オムライスがいいな。え、オムライスっての中身って普通の白いお米っていうかバターバターライスとか白いお米かケチャップライスっていうかチキンライス、どれがいいですか。チキンライスってケチャップですよね。ってことよね。私も絶対そのケチャップのねチキンライスがいいんですよ。そう、でもデミグラスだとしてもチキンライスが良くて。なんか
でか。そう。わかる？そう、コンビニでね、デミグラスのオムライスを食べたんですよ。そしたら中身が白ご飯で、ありゃってなった。ありゃ、そう、結構ケチャップライスっていう気持ちでいたからさ。そう、でもリコちゃんも同じこと言ってて、リコちゃんが言うにはバターライスだって。それはリコちゃんもそう、チキンライス派だった。なんかケチャップの、なんかチキンライスのオムライス食べたい。食べたいな。意外とさ、なくない？そのコンビニとかって、なんかそのケチャップのオムライス意外とないよね。ね、デミグラスはあるけど、それだけに作ろうかなって思うけどさ。一回作ったことあるけど、確かに食べに行くのもありだけど。あとなんかあれ食べたいんですよね、私。山椒が入ってる麻婆麺みたいなのが食べたいんですけど、それももうなくてさ。すごい気分だったから、そういう山椒の気分だったから買いに行こうと思って行ったらなくて、なんだろう、場所によって違うのか、それとももう時期が違うのか、まあそれか売り切れ。時期かいな。山椒のさ、麻婆の焼きそばみたいな、なんとかってさ、時期あるんだね。あ、ずっとある？期間限定？意外とね、そういうなんか食欲ない時はね、そっちの方は食べてるんですよね。あ、そう、山椒じゃなくてなんか花の方。あー、そうなんだ。ちょっと時間帯が違ったのかな。あー、そうなんだ。麻婆豆腐って冬なんだ。辛いの好き？いや、そう、最近好きになったよね。もう一回行ってみよう、時間帯変えて。でも本当、辛いのを食べたくなった時って本当あんまり辛さ感じないよね。
思議なもんで。イエイ。タイミングね。多分なんかあるんだろうね、そういうの。ストレス解消。ストレス解消、そうですね。多分なんか、まあね、なんかそういうのがあるんでしょうか。ストレス、わかんないですけどね。でも夏もさ、辛いのいいよね。うん、冬もいいけど夏もいいよね。まあでも確かにちょっと暑いけど、あと最近あのコンソメスープにはまってるから、コンソメスープ食べた後暑い。全然辛くないっけ。全然なんかあの辛いにちょっと特化してないですけど、いやほんとあのね、玉ねぎ入れてキャベツ入れてお肉入れてほんとそれだけでいいんですけど、胡椒とかつけたり。なんかほんとお肉って豚バラ肉とかあんまスープに入れないけどさ、合うんですよね。多分そうウインナーとかの方が主流なんだけどさ、めっちゃ美味しいんだよねそれで。なんか一つのあのコンソメスープの素になんか 300ml ぐらいお水入れるって書いてあるけど、私は 150ml ぐらいしか入れてない。濃いのかな。え、でもね、あのほんと多分野菜の水分で結構薄まるんですよ。だからほんとちょうどいいよ、ちょうどいい。やっぱ玉ねぎとキャベツってなるとね、その分多分水分が出るんですよ。この前リネさんがさ無水カレー作ったって言っててさ、なんかすごい健康そうでさ、栄養ありそうでさ、無水カレー作え、すごいねって言って、作れるんやってなって、作り方聞いたらさ、なんかまずなんかトマト缶とか入れたりしてで、なんか野菜キノコ類とかほんと健康なあるものを入れたりしてみたいな、まあ、カレー粉なんか入れてみたいな でもすごいドロドロになってみたいな、だっけ水入れたんよみたいな、だっけ言ってた時え水入れたんみたいな、え無水カレーじゃないみたいな。ねドロドロすぎてみたいな。だっけもうえそれ普通のカレーじゃないみたいな。まあでもね、美味しくできたらしい。
とね、そう話を聞いていくうちにちょっと変わってきました。普通のトマトカレーでした。いやでも無水カレーいいよね絶対。私結構ドロドロ系好きだからさ、キーマカレーとか好きだから多分好きだね。私美味しいよね絶対。圧力鍋、へえ。私はキーマカレーしか作らん。圧力鍋時々見るな、なんかウェブとかテレビとかで、これで何品も作れるみたいなやつですよ。最近フライパンを使ってない、なんかずっとレンジで作れるやつしか作ってない。キーマカレーはさすがにフライパンだよね。スープもレンジだよ。そうなんよ。できるキーマカレーも。そしたら作りたいな。そうこの前そうだ、なんか何かをね、あキムチ鍋だ、キムチ鍋をレンジで作ったんですよ。そしたらそのレンジ可能のやつがなんかキムチ鍋の色になってちょっとなんかキムチの色がついちゃった。あつくんだみたいな。でもずっと使ってますそれ。ちょっとついちゃったけど。しかもここはなしか使うごとになんかだんだんとさなんか取れてる気がする。もう気にならん程度になった。そう何回洗っても落ちなかったやん。ちゃんと洗いましたよ。ちゃんと洗ってますよ。そうそうそう、ちゃんと綺麗にしてるから大丈夫。なんかさ、なんだろうこれバグってるな。なんかね、わかんないんですけど、さっきから同じメッセージは3回来るんですよね。公式のアカウントから。なんかさっきおかしいなと思ったんですけど、また来た。よくわからん。バグってるのかい？バグっていいじゃん。謎ですね。謎ですね。
からん。しかもなんかお届け予定のお知らせって書いてあるんですけど、もう届いてんですよね。もう届いてるやつがなんか3回来た。バグってるのかい？そう、届いてから来るバージョン。ま、そういうこともあるか。ありがとうございます。ダメなやつ。え、怖っ。え、あ、バグってる。あ、本当ですか。そうなんだ。怪しいのはね、すぐわかる。怪しいの。なんか一瞬ん？って思うけど、わかるよね。そうそうそう。なんかありそうなやつ作ってくんですよね、ほんと。なんかめっちゃありそうだからさ、例えばその、そう、お届け予定です、こちらですみたいなとかさ、でもよく見たらさ、このさ、ちょっと怪しいんだよね、やっぱり URL とかさ。これはわかるよって。ちゃんとわかってますよ。キャラーニさんは怪しくないですよ。キャラーニさんは怪しくないですよ。見覚えがあるはずです、それは。見覚えがあるはずですよ、それは。スルーしたらダメですよ。スルーしたらね、もう自分がまたあのね、次大変なことになるんで。おもろい。そうなんです。メールね。まあ確認する方はすると思うけど、あんまり習慣になってないと難しいよね。私もあんまり見ないからな、メール。なんか登録するたびに、なんかいつの間にか、なんか
メールマガジンみたいな撮っててからいっぱい来る。うん、そう、チェックがついてんだよね最初からデフォルトでもついてんだよね。そうん？ってなるけど、まあ案内はな、まあありがたいけどね、ありがたいですけど。そうそう、星がいっぱい来た。って面白い。ふん。星投げて。面白いですよね。そう、そういうことです。メンバーは星は、いや、皆さんと一緒ですよ。無限ではない。今一瞬視界が。おやすみモード。ちゃんと食べてますよ。だから今日土曜日なんだね。早いなー、なんか。ね、そろそろぼちぼち終わりましょうかね。お腹いっぱい。
よっ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 よだんだんと眠くなって、急に来る急に眠気が。急に来るよね、ほんと。急に来るよね。もうね、お風呂入ったらね、眠くない。くなるよね。そうなんですよ。一番あれがいい、お風呂入ってから寝るのがいい。じゃあお風呂入ってから配信するのがいい。それは普通でした。いやもう思考回路もなくなってきた。いやいやき、おやすみなさい。そう、今寝れたらめっちゃ最高だけど、でもお風呂入らずに寝れない。います。ゴンからの手紙さん、バリーさん、ゆきひろさん、いわちゃん、ミッドナイトシュガーさん、コップさん、ドーラさん、ナピちゃん、ホタテ様、ナリーさん、大西くん、ゼイちゃん、コナタンさん、アオちゃん、トキワさん、ケンタロウちゃん、ユウさん、イヌちゃん、ラクラクさん、フリーダムさん、ありがとう。イエイ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 。お、でもまだ10時半だよ。まだ10時半だよ。まだ時間がある。0時まで。嬉しいんだけど。まだ時間ある。まだ、ゆっくりできる。考え方が。ちょっとおかしくなってるのか。じゃあねー、ありがとうございました。バイバーイ。